雨が降る中町を歩いていると、雨粒が当たったものや人が少しずつ削られていることに気づき、早く帰ろうと早足になるも、家にたどり着けるだろうか。抜けた私の髪が地面に落ちると、うねうねと動いて、芋虫のようにゴミ箱の中に入っていったのを見て、家に髪の毛が落ちていない理由を悟った。近所で人気の定食屋の出汁の味が変わったので、店主に理由を尋ねると、女房の骨を使いすぎたんで、代わりに女房と同い年の女の骨を使ってるんです。と申し訳なさそうに答えた。ピーナッツを食べる友人をなんとなく眺めていると、友人の前歯がだんだん伸びていっていることに気づいたが、どこまで伸びるか楽しみなので、様子を見ることにした。お腹が空いたと騒ぐ娘に、適当に菓子を渡して放っておいていると、あまりに娘がおとなしいので、娘の様子を見たら、娘は手に持っているゴキブリの頭をちぎり、恍惚とした表情で、その頭をむさぼっていた。おじの家は、泣き止まない息子に変顔を見せて笑わせてくれるため、本当に助かっている。子供の笑い声がベッドの下から聞こえるため、恐る恐る覗いてみると、半透明の子供が恥ずかしそうに消えてしまったので、それ以来ベッドの下に菓子をいくつか置いて、子供が来ないか待っている。ある日を境に彼氏の体がだんだんと透けていき、最終的に臓器が丸見えになってしまったが、臓器の状態が正常かがわかるようになったため、彼氏の健康管理にちょうどいい。ぐるぐると回る扇風機の羽に、必死にしがみついている5センチほどの大きさの子供たちがあまりに楽しそうなので、なかなか扇風機を止められない。トーストを焼こうとすると、いつも壁から生えた手が勝手に焼き加減を調整しておいしいトーストを焼いてくれるので、今度はおいしいコーヒーを入れるようになってくれないか、交渉したい。たぬきそばが名物というそば屋に行き、早速たぬきそばを注文してワクワクしながら待っていると、出てきたのは何かの肉が贅沢なそばで、食べてみると筋が硬かったが美味だったので、調べてみると、あれはたぬきじじいのそばだということがわかり、それから私はそば屋に足しげく通っている。ドーナツの穴越しにみんなの顔を見ると、顔のパーツが真ん中に集まっていて、慌てて穴から目をそらすも気になってもう一度穴を覗くと、顔の真ん中がへこんでいて、気持ち悪くなり穴から顔を離して、また穴を覗くと、顔の真ん中にぽっかり穴が開いていて、その穴から、こちらを吸い込む勢いの風が吹き始めた。スイカの種も食べちゃった、と笑う友人に報告されて数週間後、友人のへそから植物のつるのようなものが垂れ下がっており、
友人の腹も少し膨らんでいるような気がする。ポップコーンを頬張っていると硬いものを噛んでしまい、弾けていなかったコーンがあったのかと口の中から硬いものを取り出すと、少し黄ばんだ歯であった。皆さん、これで罪人ですね。とケラケラ笑う男を見て、男が行方不明者を探す捜索隊の食事係で、捜索を開始した日の食事は、肉がたっぷり入ったカレーだと思い出し、取り調べをしていた刑事が嘔吐したところで、映像が終わった。娘の得意なお菓子は黒ごまを使ったクッキーだと思っていたのだが、台所で姉が自身の髪を引き抜いて、その髪を一心不乱に細かく刻んでクッキー生地に入れている姿を見て、それ以来他人が作った料理を食べられなくなった。オムライスを作るときに欠かせないのはケチャップライスですが、ケチャップライスには程よい塩味が必要なので、血液を少量入れましょう。私は魚をさばけない。包丁の刃を魚に入れた時に、いつも亡くなった恋人の声で魚が絶叫するからだ。ブルーベリーのジャムを塗ったパンを見ると、いつもかつて手にかけた兄弟の顔の色と似ているとぼんやり思う。最近はお腹が空くと最愛の人の顔が思い浮かぶので、どんな調理法がいいのだろうかとレシピを考える時間が幸せだ。頭がひしゃげた少女を家に連れてこられ、娘さんが帰ってきてよかったねと皆に笑顔で言われるも、そもそも行方不明になったのは息子だと言い出せない。家の外から猫の鳴く声が聞こえてくるのだが、庭や塀の隙間などをくまなく探しても、猫の姿どころか声の発生源までわからず、もう3年が経過している。家族の集合写真の顔の部分がいつの間にか真っ黒に塗りつぶされており、その写真の中の誰かが死ぬたび真っ黒な部分は消えているのだが、ある日写真を見ると全員の顔が綺麗な笑顔に戻っていた。家の隣に空き家があるのだが、毎晩若者たちが騒ぐ声がうるさくて寝つけないでいたので困っていると友人に相談すると、お前の家の隣は普通の民家だろと困惑した顔で言われたので、戸惑いつつ確認しに家の隣を見ると、綺麗な民家の庭で若い夫婦と小さな子供が楽しそうに遊んでいた。子供の騒ぐ声に嫌気がさして押し入れに閉じ込めてしばらく経った後、声が聞こえなくなったので心配して押し入れを開けたら、子供は冷たくなっており、子供の泣き殻を抱えて泣きじゃくる私を抱きしめた夫が、俺たちに子供はいないと叫んでいる。くすくす笑う声が聞こえたので
ベッドに目を向けると、布団が大きく膨らんでおり、いたずら好きの恋人の仕業だと思って、布団に抱きついたとき、ただいま、と元気な恋人の声が、玄関から聞こえた。音楽が途中でプツプツと途切れるため、そろそろイヤホンも替え時かと手元を見ると、イヤホンはスマホにつながっていないと気づいたとき、先ほどまで聴いていた音楽が大音量で流れ出した。カーペットがほつれていたので、新しいものを買わないと、と考えながらカーペットに触ったとき、質感が髪の毛に似ていることに気づく。飼い始めたインコが話す言葉なのだが、入れて、入りたい、入れたいよを繰り返すようになってから、家がきしむようになった。ホラーゲームのキャラクターにいじめっ子の名前をつけてからというもの、キャラクターが死ぬたびにいじめっ子が怪我を負う事故に巻き込まれ、日に日にその怪我は深刻なものになっているので、ワクワクしている。醤油が焦げる匂いがすると思ったら、弟が七輪に並べた色とりどりの目玉に醤油をかけているところだった。空のエレベーターに乗った途端、ブザー音。深夜2時に、ごめんください。とベッドの下から聞こえる声。うまーい。うまーい。と祖父がするのは、めんつゆにつけた茶色の紙。くすくすと笑う子供の声が、私の腹から聞こえてくる。明日の犠牲者は、こちらに住む方々です。と笑顔のアナウンサーが、私の自宅を背景に手を振ったところで、ニュースは終わった。パズルを完成させると、燃え盛る炎に包まれた私の写真になった。泣き晴らした姉の目の色は、鮮やかな橙色。私の腕には時々、思い出してという文字が傷跡のように浮かび上がる。コップの中に注いだ水道水を放置していると、けたたましく声を上げるハエのように小さい無数の唇がびっしりと浮かんでいた。